うちの思い出は、イギリスの SF テレビドラマ、ドクター・フーのシリーズ1第8話、2005年5月14日に BBC1 で初めて放送された。脚本は、ポール・コーネル、監督は、ジョー・アハーネが担当した。2006年、9号賞映像部門短編部門にノミネートされた3つの、ドクター・フーのエピソードのうち1つである。 本エピソードでは、異星人のタイムトラベラー9代目ドクターが彼のコンパニオンローズ・タイラーに賛同し、1987年に父、ピート・タイラーの死亡した日へ彼女を連れて行く。ローズがピートを押し倒して車を避けたため、時間が傷ついて、ディーパーの攻撃が始まり、歴史が消滅する危機に瀕する。最終的にディーパーを駆除するには、 もともと自分を引き殺すはずだった車に引かれなければならないとピートは悟る。筆頭執筆者かつエグゼクティブプロデューサーのラッセル・ T ・デイビスはローズの人物像を探る感動的なタイムトラベルストーリーとして父の思い出を思いついた。彼はエピソードの執筆に番組の休止中にスピンオフを執筆していたコーネルを起用した。本エピソードのモンスター要素はコーネルと BBC ドラマ部門のリーダーであるジェーントランターからの提案をもとに拡張されており、リーパーは数多くのデザイナーがあった。撮影は2004年11月にセイポール協会とカーディフの通りで行われた。父の思い出はイギリスで806万人の視聴者を獲得し、批評家は人物像と感情に焦点を当てたことを称賛した。リーパーは 当初グリムリーパーに類似した姿であったプロデューサーのフィル・コリンソンによると、制作葬式ラッセル・ティー・デイビスは、シリーズの計画の初期段階で完全なタイムトラベルストーリーとして、父の思い出のコンセプトを思いついていた。デイビスはストーリーを追いやすく人間の感情を揺さぶる、ストーリーラインを求めた。さらに、それ以前の7エピソードがなぜローズが良いコンパニオンで、あるかを確立しており、 それゆえ、父の思い出では関連しうる彼女の失敗を描こうとした。デイビスはエピソードの執筆にポール・コーネルを起用し、彼は特に小説バージン・ニュー・アドベンチャーズなどのドクター・風のスピンオフを執筆していた。デイビスはもともとローズの父の死を調査する予算削減のエピソードのつもりであったが、コーネルがリーパーを提案して、 BBC ドラマ部門リーダーのジェーン・トランターが新シリーズへのモンスターの追加を支持した。本エピソードの課題には、ウーンデッドタイムとウーンドインタイムがあった。デイビスとコーネルはピートの救出をすべてローズの計画にすべきか議論し、これは不明確なままであった。ローズを演じたビリー・パイパーはタイムトラベルを始めるまで父を救うつもりはなかったと感じた。 オリジナルの脚本ではドクターがタービスのドアを開いて内装がただのポリスボックスと化していることに気づくシーンでポリスボックスはバラバラに壊れていた。これは費用の関係で変更されコーネルはこの改変は改良だと思うと主張した。またコーネルはピート・タイラーの人物像が自身の父に基づいていると主張した。コーネルの父は 市営馬券売り場の経営に成功するまで、ピートのように健康ドリンクを売るなど数多くの職業を転々としていた。ピートの発言である、I, I'm you, adapt, it's my job for it to be my hold は、かつて、コーネルの父が彼に告げた言葉から取ったものである。もともとピートは自分を犠牲にする前にワインをガブ飲みする予定であったが、アルコールと勇敢さの相互関係では、 ポジティブなメッセージとは受け取られないと考えられたため、このシーンは除去された。撮影は全編にわたって、カーディフで行われた。天気が撮影の間に頻繁に変化し、体調を崩すキャストも出始め、エクルストンも風をひいた。制作チームは、同じような外観の通りを複数選んでいた。大半の通りは、グレンジタウンに位置した。 これらは1980年代の風景に似ており、わずかな衛星放送受信アンテナを外すだけで撮影が可能だった。タイラー家のセットは当時に合わせて改装された。1980年代のスタイルにするため、キャストとクルーのメンバーが80年代の彼ら自身の写真を持ち寄った。例えばピンクのドレスや大きなヘアスタイルが取り入れられ、 これらは視聴者の気をそがなかった。ジャッキーを演じたカミー・ユコ・デュリは本エピソードのためにウィッグを着用した。車内でのローズとピートの会話にはカットされた部分もあり、これは会話が弾みすぎたためであった。パイパーは乳児を抱くのを怖がった。本エピソードの大部分に乳児がいたものの彼らとの撮影時間は限られており、プレースホルダーとして作り物が使用されたシーンもあった。 リーパーは様々なデザインを経て現在の形になった。もともとはグリムリーパーに基づいた鎌を持つ男の姿の予定であり、この衣装は鎌状の王として最終デザインに引き継がれた。オリジナルデザインは地球最後の日に登場したクリーチャーにあまりにも似ているとみなされ、より異世界風のデザインに変更された。もともとは飛翔する予定ではなかった。また、 グリムリーパーと対照的にどれだけ動物に似せるかという議論もあり、結果として二つのアプローチを両方とも取り入れることで決着した。最終デザインは、サメの脂質、コウモリの翼、カマキリに影響された口が備え付けられ、ハゲタカの効果音が鳴き声に用いられた。模型は2ヶ月をかけて製作され、予定されていた2005年1月初頭ではなく2月末に完成した。 その後特殊効果チームはに3週間をかけて40数ショットのリーパーの CGI を完成させた。本エピソードは意図していたよりも多額の予算を CGI のために費やした。時間が傷ついた際の影響の一つにすべての携帯電話がワトソン、カメ、アイニージューというメッセージを繰り返すというものがあり、これはアレクサンダー・グラハム・ベルが 初めて電話越しに話した言葉である。しかし、歴史的な記録によるとこの言葉は、ワトソン、カメ、アイウォン中、であることが示されている。このミスは、ポール・コーネルのオリジナル脚本には存在せず、制作の途中で生じたことが示唆されている。プロデューサーのフィル・コリンソンは、これを再録音のせいであると考えた。元々の録音は誤った。 スコットランドなまりが強すぎると制作チームが判断し、本物のスコットランド人が再録音していた。シットコムのボトムに由来するパブザ・ラム・フラッグが本エピソードで言及されている。また、ザ・ストリーツによる2002年の歌ドント・マグ・ u アセルフも流れ、タイムラインへのダメージを示唆した。ローズはピートをデル・ボーイに似ていると信じており、これは1980年代のコメディ。 オンリーフールズホーセスのキャラクターである。リック・アストリーによる1987年の歌、Give You Up や1971年の歌、Never ン Can Say Goodbye を1987年にザ・コミューナーズがカバーしたものも本エピソードに登場した。父の思い出は2005年5月14日に BBC1 で初めて放送された。本エピソードは 当夜のイギリスでの視聴者数747万人を記録し、番組視聴選挙率は41.74%であった。タイムシフト視聴者を含めると806万人に達した。日本では2006年10月24日に NHKBS2 で初放送され、地上波では2007年10月9日に NHK 教育で放送された。 2011年3月20日には、ララ TV で放送された。父の思い出は、一般的に肯定的な批評を得た。パイパーは、シリーズ1で特に好きでかつ最も感情的に演技が、難しかったエピソードであると主張した。SFX 氏は時間探検のコンセプトと80年代の正確な再現を称賛し、ピート・タイラーを演じたリングウールをシリーズで、最高の演技の一つと主張した。 しかしこの批評価は本来そうあるべきほど恐ろしくは感じなかったとしてリーパーがエピソードの足を引っ張っているとも考えた。ナウプレイング氏のアーノルド・ティー・ブランバーグは感動的なインパクトと演技のために本エピソードに A 評価をつけた。しかし彼はターディスの鍵が光ることと説明されていないパラドックスを大きな論理的なギャップであるとした。年に ラジオタイムズ氏の批評家マーク・ブラックストンは、広い心を持つタイムトラベルストーリーと表現し、ドクターからローズへの識別の意向と、パイパーとディングールの演技を強調した。一方でブラックストンはリーパーが冗長であると感じ、リーパーを脚本から取り除いてもエピソードは同じだったろうと考えた。ザ・エ v クラブ氏で、父の思い出を批評したアラスター・ウィルキンスは、本作の評価を A とし、 物語を力強いと感じた。新シリーズのガイドブックフーイズ・ザ・ドクトルでは、ロバート・スミスが重苦しく感じさせない情緒とジレンマを称賛した。また、彼は監督とディングールの演技にも好意的であった。ただし、ドクターがプロットから退場したため彼が何か、他にやらなくてはならないとスミスは感じたほか、ドクターが二人の一般人に命の大切さを解くシーンが、 物語の他の部分から安っぽく切り離されていたとして低評価している。共著者、グレアム・バークも父の思い出に好意的であり、シリーズ1で最高かもしれないと綴っている。彼は監督を素晴らしい、脚本を崇高と表現し、物語がいかにタイムトラベルよりも家族に焦点を当てているかを書き記した。父の思い出は、 他のシリーズ1のエピソード、ダーレク孤独な魂や、空っぽの少年、ドクターは踊ると共に2006年、9号賞映像部門短編部門にノミネートされた。後者は賞を獲得した。父の思い出は、投票数で上位3位であった。ありがとうございます。